ルノルのピアニストの竹村八重子です。音楽プロデューサーのマット・ケブです。音楽プロデューサーのマッツです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。いや、お久しぶりですなんかかしこまってちょっと緊張します。ちょっと緊張します。大丈夫ですか、マッツさん。やっぱちょっとなかなかないので。最初はここでしたよ、ですよね、このスタジオのセッションでしたですよね、はい、僕的にもあのスタジオ入って、うん、天才だなって感じました。本当ですか？オーラがこういうエネルギーが溢れてる方だねと。あの、はい、私それこの間ジェフさんにもなんかあれですか、プロデューサーさんたちの中で LINE で天才って言っておけば OK みたいななんかそういう感じになってます。いやいやいや、それジェフさんから絶対言われましたよね。全然違う。本当ですか？ジェフさんも同じ。いや、なんか言われたから、なんかスタッフさんが賄賂を毎回渡して、はい、そういうえって言ってるみたいな、なんかそういう LINE グループができてるからってちょっと今自信が確信に変わったんですけど。いや、本当ですか。思いました。すいません、なんかありがとうございます。本当にね、なんかあの元々ルノさんお会いする前に、はい、あの音源とか大沢さんのデモとか聞かせていただいて、はいはい、ちょっとめちゃめちゃ緊張してましたよね。あのこの方とセッションするのか。え、本当ですか？でそれで緊張して入ったんですけど、やっぱり人柄がすごいあの優しい方 です、ね、すごいいい方なので、あのリラックスしてやれたんですけど、やっぱり竹村さんが普段わーって喋った後にピアノ入ったらスナイパーの方いや、そこは本当ですか？全然そんな意識してないんですけど、はい、すごいな。でもちょっと意外でしたのは、うん、やっぱりクラシックピアニストのイメージですかね、勝手のイメージなんですけど、はいはい、あんまりあのコミュニケーションできない人とか、ね、人見知りの人も多いって、そうですね、そういうイメージが多いと思うんですけど、全くそこはないないですね、はい、そうですね、どちらかといえば、はいはい、オープンマインドで、はい、それすごいあの助かったんですね。やっぱセッションで、うん、そういうキャッチボールが必要なので。いや、でも私はお二人とご一緒させていただいて、今の音楽に触れることがすごいできて感動したんですよ。なんかやっぱりずっとクラシックをやってきて、まあ、もちろん第一作目で大沢さんとやらせていただいて、そのルノルっていうものがどういうものかっていうのは自分の中でこう確立できて、それをお伝えさせていただいた時に、今の時流のこうかっこいいサウンドみたいなのをお二人が作り上げてくださって、これが最新かみたいな。嬉しい、嬉しい。いや、すごいかっこよくて絶対私には思い浮かばない、当然こうサウンドだったり、はい、あと私がこう何気なく弾いたものをとんでもなくかっこよくなんかこう加工してくださるというか、なんか一人では成し得ないことをご一緒させていただいてできたっていうのは本当感謝しかなくて。ありがとうございます。なんかね、私あの最近結構クラシックの作曲家にこうなぞらえちゃうところがあるんですけど、はい、結構ラベルとドビュッシーって思ってて、あ、はい、あのフランスとフランスの作曲家の方で、はい、ロマン派から出てきた人ってこう過去の作品を踏襲しながらも全く新しい音楽を作り上げて、うんうんうん、で何よりもメロディーがめちゃくちゃ綺麗、そしてリズムが、はいはいはい、演奏する方にとってみたらすごい難しいんですけど、うんうん、でもお二人の作り上げるサウンドってなんていうんですかね、聞いたことがないリズムみたいなのがところどころに散りばめられてて、一番嬉しいかも。いや、本当ですか、ね、歌詞を作るのも曲も結構悩んだじゃないですか。うん、それが良かったと思います。きちんと、そうですよね、職人みたいに作った曲なんで。いや、逆に私途中クラシックの私とやることでお二人やりづらいんじゃないかなってすごい申し訳なく思うところが結構あって、ご苦労させてしまったみたいな。なんかそこはね、全然全く逆に自分たちも、うん、あのちょっと緊張して臨んではいたんですけど。 なんで緊張するんですか。やっぱりなんかピアニストの方だと本当に自分たちが普段曲作るときってもミディ、はいはい、コンピューターの中に信号を打ち込んで作るんですけど、やっぱり
もう人間のリアル、リアルじゃないですか本当に。ムジック存在が音楽になる。いや本当にそうで、でその竹村さんが弾いたものに対して自分たちがなんかそのいじくるっていうのがどこまでやっていいのかとか、あ、そうですね、それすごいおっしゃってくださってて、うん、考えていた時に竹村さんがもうご自由にみたいな言ってくれたのがなんかすごい自由にやれたし、なんか自分たちらしさも出せたのかな、うん、あのなんだろう、僕と松井いつも作るセッションする時とか、なんだろう、本当に半分研究者とかそういう博士のマインドで音楽を2人でスタジオでやってるので、今回こういうこの企画でなんかクラシックをその材料を使ってなんか面白い作品の挑戦が一つめちゃめちゃくちゃパズルなように頑張りたいなと思ったのですごく嬉しいです。私も実はあのピアニストにもともとなりたかったわけじゃなくて、そうなんですよ、私ね学者になりたかったんですよ。そうなんですね。クラシックってあのなんていうんですか、ご本人たちが弾いた音源ってないんですよね、当然ながら。でもう過去の文献を見てそこから想像していくとか、社会的背景とか政治不安とか、うんうんうん、そういうところから生まれてきた音楽を再現しなければいけない、はいはいはい、まあ、伝統芸能の一つなんですけど、はいはいはい、科学の進歩によっていろんなこう歴史がこう変わってくるというか、こう新しい歴史的事実が出てきてることがたくさんあって、歴史的なものの方が私はちょっとロマンを感じていて、でその学者になりたくて大学院に行ったり留学したんですけど、なんかその、 あの作曲家たちが何を望んだかとか、どういう時代背景だったかっていうのを研究していく先にどういう演奏を彼らが望んだかっていうのを弾いていって、なんか知らない間に演奏家の方に来てしまったんですよ。なんかそうなんです、そうなんですよ。すごい今の話すごいディープで、うん、感動しました。本当ですか。そうだから、はいはい、なんかすごい博士似てます、ね、そう、あの、はい、研究がって今おっしゃってたから、あ、そこがなんか私の中でしっくりきていたポイントなんだと思って、はいはい、多分共感できると思います、はい、うん、はい、なんか自分もそのクラシックのさっきあのドビュッシーの話が出たんですけど、はいはい、ドビュッシーがこれちょっと間違って出しそうかもしれないですけど、なんか言った文献みたいなところで、はい、その世の中みんなピアノ音楽を聴くけど、うん、世の中の溢れてる音を聴かない、うん、それがちょっと曲作る面でおいてもずっと自分がクラシックめっちゃ聴いてきたピアニストなわけじゃないんですけど、そのスピリッツ魂というか、でそれで多分イエローコスモスとかにもちょっとその雑踏の音とかなんかちょっと自然の音とかそういう音程として捉えれないものっていう音とかをちょっと入れてるっていうのがあるんです、ね、だからですね、なるほど。なんかお二人の作るサウンドって深いんですよ。ありがとう、ありがたいです。なんかあのこうすごいステレオじゃなくてこう CD で聞いた時にはあまり目立たないかもしれないみたいな音が、自宅に帰ってなんかちょっといいステレオとかで聞いた時に、あ、音が入ってたんだみたいなのがあるのがすごい私は楽しくて、なんか今そのお話を聞いて、あ、だからだったんだっていう、この業界に入ったきっかけを多分皆さん知りたいと思うんですよ。結構自分は割と、まあ、単純というか、やっぱりずっと音楽は好きで、アニーとかの影響とかいろいろいろんなものを聞いてたんですけど、うん、で15歳ぐらいになって高校に上がって、で音楽やる側になりたいなって、そのやっぱ中学生魂が発動して、でそこで軽音楽部に入ろうかなと思ったんですけど、やっぱあんまり協調性のない人間だったので、一人でできるなんか家でとか作れるのかなみたいな、見たらちょうど DJ とかが家で作っている動画とかを YouTube にアップし始めたぐらいの、でそれで自分の好きだった DJ の方とかが使ってたソフトを買って作り始めて、で高校の時に作ってた音源とかそのサウンドクラウドとかにアップしてたんですけど、それを今 の, あのレーベルというか、うん、あの事務所の方が聞いてくれて、でそれこそその人たちが、自分札幌に住んでたんですよね、北海道の、
って札幌に住んでた時にそのアーティストのライブであのその社長の方も来ててでその時マットさんも来ててあの時はめちゃ怖かったみたいですけど本当ですか、まあ、でも確かに高校生から見たら若干このとか言うね怖いかもしれない。いや本当になんかまあ、怖いっていうよね、アーティストとしてマットキャブってアーティストに聞いてたんで、で、ゼップ札幌の楽屋行ってで社長の方いてでマットさんは寝てて疲れててライブ終わりなんで北海道ツアーの時だったんで、そうだよね、が始まりですね、業界という業界に入ったのは僕は何だろう、結構自然でした。父がずっと音楽をやってなので、ずっと一日中音楽を聴いてる家でしたんですけど、ジャンルあんまり関係なしで音楽を聴いてて、もう当たり前のこと音楽みたいな。で、お母さんの弟がクラシックを聴いてたんですよ。あ、そうなんですね、はい、それで、5歳から軽くクラシックも弾けるようになったんですけど、うん、でそこから、まあ、ショパンとかも大好きになってなんならこの感情を初めて感じて、うん、パターンで指先をこうしたら何このなんだ自分の中のこれは何だろうって思いますよね。それがあってから、いや音楽は素晴らしいコミュニケーションのツールだなと思って、うん、自分の音楽も作りたくなって、そこからプロデュース、まあ、その時はバンドに入って、うん、で日本に初めて来てアーティストになったんですけど、うん、僕はアーティスト演奏の方よりはストーリーテラーだと分かってて、うん、またなんかそのものづくりの方を集中して、今のマットキャブになってる気がします。なんかこのイエローコスモスをファンの方たちにこうなんかどういう風に聞いてほしい。なんかそのなんか聞こえてくる音に対してなんか割と自分の頭の中に浮かぶ、うん、なんか色とか絵とかデザインを感じながら、うん、嬉しいです。グラフィックデザイナーとかにおすすめ。なんかいろんな多分目つぶったらいろんな、うん、なんだろうね。そうですね、絵がビジュアルがこう、うん、本当に花が咲くようにこう、うん、なんだろう、こんな東京のコンクリートの中でも、うん、この曲を聴くと少し自然、うん、大自然を感じる曲だと思うので、うん、ヒーリングの力も持ってる曲だと思います、うんうん。もう本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。またぜひぜひご一緒させていただけたら嬉しいです。はい、